皆さんこんにちは、マーティンです。今回は東京競馬場に来ております。私の旦那様が中央競馬会の馬主になりましたので、 JRA 主催の新規馬主観戦会&オリエンテーションに参加いたしました。その模様をお届けいたしたいと思います。そこである特別なお部屋でイベントが開催されたのですが、なんとそこは歴代優勝したダービー馬のお部屋だったのです。今回の会場は東京競馬場内にございます貴賓室だったのです。その貴賓室は一つ一つお部屋が与えられて、そのお部屋内で競馬を観戦することができる、そこでお食事、お飲み物も召し上がることができる、とても重厚感のある素敵なお部屋でした。それぞれお部屋に名前があり、歴代ダービー馬の名前がついているお部屋だったのです。私たちが参加したお部屋の名前は7番第79回のダービー馬ディープブリランテでした。16個のダービールームがございまして、第74回牝馬のダービー馬ウォッカのお部屋もございました。そこにはとても素敵な絵画も飾られており、とても品のあるお部屋でした。そしてダービールーム6番は凱旋門賞2着、そして G1 6勝のオルフェーブルです。そしてダービールーム8番はディープインパクト3区絆。そしてダービールーム10番は金亀3区ドゥラメンテ。ダービールーム15番はディープインパクト3区 G1 5勝のコントレールです。このように素晴らしい歴代ダービー馬の名前がついた16部屋でした。私たちの愛馬たちも少しでもこのダービー馬に近づけたらなと夢見ております。今回この素敵なお部屋で行われたこのイベントですが、まず朝10時にこのお部屋に入りまして、大馬さんの見方を詳しく教えていただきました。講義の間にレースがあったのですが、このお部屋で皆さんと一緒に競馬観戦をいたしました。そして馬券も買わせていただきました。色々し そしてお昼のランチタイムはとても美味しいお弁当をご用意していただいておりました。大倉のお弁当でとても美味しくいただきました。ごちそうさまでした。今お昼休みです。貴賓室にて豪華なお弁当をいただきます。なんとホテルオークのお弁当です。いやー本当に美味しそうですね。一つ一つがね、こうやって豪華で少し少しずついただくのが、本当嬉しいですよね。それではいただきたいと思います。いただきます。午後になりまして、東京競馬場内をご案内していただきました。東京競馬場内はとっても広くて、飲食店もたくさんございまして、また素敵な大きな公園もございました。そこではファミリーがたくさんいらっしゃいまして、皆さん楽しんでおりました。
そして奥の方まで進んでいきますと乗馬クラブがありました。おとなしいね。いい子です。これあの お子さんとか乗せてたりするんですか。乗せることなので本当に乗せるちょっとに、はい、お触りする。そうですね、あの お出迎えにみんなに挨拶したりとか、そんな感じです。おとなしいんですね。そうですね、ずっとこういう感じなんですか。おとなしいです。あ、やっぱりでもご飯の時間帯が近づくと興奮してます。これ以上大きくならないと、ここはちょっとこの子はまだ子供なのでちょっと大きくなるかもしれないですけど、最高的にはそこまででかくはならないと思います。こんなね、大きくなったらね、もうあのいつものお馬さんとお家がそしてこの後、イベントが終わりましたが、この素敵なルームで競馬観戦を引き続きすることができました。そこで私と旦那様は競馬対決をいたしました。今回、このような貴重な体験を皆様にお届けいたしましたが、いかがだったでしょうか？楽しんでいただけましたでしょうか？チャンネル登録、グッドボタン、コメントどうぞよろしくお願いいたします。それではマーティンでした。 See you!